化球、カットボール、フォーク、魔球、パワーカーブです。このボールこちらも風でかなり今日は変化するでしょうからね。本当に石川選手今日置かなければいけないですね。と構えとは違うところでしたがミットにスーッと収まってきました。見逃しの三振です。吐き出せるかポランコ。最後はパワーカーブでした。インサイド線パワーカーブです。やはりここ一番石川シューター、ボールがいいですね。ここは早い段階で振らせました。先頭バッター三振でワンアウトです。石川周西のバファローズ戦以降ですね、タイムリーが出ていないマリーンズ、ここも得点圏に置いていましたが佐藤俊哉はファーストゴロでした。ここは振らされました。和田光志郎としてもかなり苦しいスイング。やはり魔球パワーカーブ、構えとは違うところでこの東浜であったりとかこの石川修太ですね、センター方向はここはショート回り込んでいます。さばいて2アウト、まあ、そのタイトルホルダーここまでにしっかりと勝ち越し重ねておきたい。4番とで114球引っ張ってきましたがファースト弾いている、拾い上げて自らここはアストリーをベースを踏んでいます。各チームですがここは石川修太が5回のピッチング三者凡退でマリン打線打ち取っています。4番とで114球引っ張ってきましたがファースト弾いている、拾い上げて自らここはアストリーをベースを踏んでいます。外のボールバットの先ショート、今日は川瀬一塁引っ張った当たりはファーストゴロ、アストリーをベースを踏んで3アウトです。マリンズも満塁のチャンスを作りましたが